皆さんこんばんは、ナナミです。今日は新しく購入したこちらのね、ビーアイドルのコスメ使ってメイクしてほしいってことだったので、こちらを使って春のメイクをしてみました。それではビデオスタート。はい、じゃあやっていきます。下地はこのエトポスを塗り塗りします。最近本当に花粉が前よりひどくなくなって効果を感じてるの今月の中盤ぐらいかな、初めぐらいかなに出した花粉対策みたいな動画があると思うんですけど、もう本当あの通りに暮らしてるだけなんだけど、めちゃめちゃやっぱり軽くなってるっていうか、こう予防できてるなって自分では思ってて、肌とかもちょっとこんなところにニキビできてて、なんか言うのあれだけど、全然なんか荒れたりとかもなくて、なんかそのまんまって感じ。まあ単純にここ普通に花粉とか関係なくニキビできちゃったって感じなんだけど、肌調子もよく生活できてるかな。で、緊急事態宣言も明けたから、ちょっと外にね、お買い物とかにも出てるんだけど、花粉特にめっちゃ感じるっていうのがなくていい感じで、新しく購入しましたこちらのクレドポーボーテのタンフリュイドエクラナチュレルファンデーションです。こちらは私マットの方も持ってて、こっちのねマットの方がですね、オークルの10番を購入していたので、こっちも合わせてオークルの10番を購入しました。こっちがマットで、こっちが、今回新しく出たツヤ肌タイプなんですけども、伸び方とかも同じぐらい、こうこっちもねマットだけど伸びるんですよ。で、やっぱりこうやって見てみると水分量が多くなってテカテカしてるのが分かると思います。新しい方、まあ、色味も特に変わらないかな、同じで大丈夫だと思います。ツヤ肌タイプ出てくれたら、あ、いいなと思ったら本当に出たのですごい嬉しかった。伸びがすごいでしょ、シューッと。でカバー力も結構ありますね。本当はね下地このクレドで合わせて使っても良かったんですけど、もっと潤いがあるようにしたかったのでエトボスを使いました。いや、カバー力すごいのよ。こういうツヤ肌タイプって結構このカバー力が落ちてしまうものが多いと思うんですよね、やっぱり。だけどこれはカバー力そのまんまって感じの強さもありつつ、水っぽく、ちゃんとツヤ肌っぽく仕上がるので、すげーなって思いました。これつけてマスクして出かけたんだけど、なんか何も変わってなかった乾燥とかもやっぱもちろんツヤ肌タイプだからなかったし、まあ、汗かいてないからね、そこら辺はちょっとまだわからないんですけど、とりあえずこのマスク生活でつけてって嫌だなって思う点はなかったです。まあ高いからね、それぐらいしてもらわないと困るんですけど、はーいだってもうさ、最近新しく出たさ、ケイトのこのリキッドファンデーションがめちゃめちゃすごいわけ。この安さでこんなクオリティ作っちゃったのっていう素晴らしさ。まあまあパケとかは確かにこういうのと比べるとさ、この高級感みたいなのは若干ないかもしれないんだけど、中身が良ければいいでしょうってことでケイト素晴らしかった。やっぱ水分量が多いおかげで、この目の下のシワとかもたまらず塗れるので、シワ気になる方もこのファンデーションおすすめです。塗った後しっかり潤いに満ちた肌になっています。正直ね、やっぱりこういうツヤ肌タイプの方が肌は若々しく見えますよね。コンシーラーはこの資生堂のスポッツカバーファンデーション。まだニキビいるからね、一応市販で一番優秀とされてるやつを使ってるので結構治ってきたと思います。でこのブラシアディクションのなんですけど、あのコンシーラーブラシで、すごくあのやわやわって感じでつくのに、なんだろう、しっかり隠せて、なんかぼかしやすいというか塊でつかないので、すごくあのカバーしやすくて気に入ってます。こちらも結構なカバー力がありまして、いい感じでございます。パウダーは3です。もちもちのふわふわの雪見大福みたいなスポンジでのせます。さあ、このお洋服さ、ピンクとこのベージュと黒買っちゃったどんだけ好きなのって
気に入ったもののこの色違いの癖、気に入ったものはとことんみたいな感じの癖があるからすごいでしょ。これとかさ、ピンクとさほど変わらないでしょ。変わらないんだけど、でも私の中ではちょっと変わるんすよ。変わる。このお洋服はね、あのインスタのストーリーになんだ、着てる洋服、着てるやつ載せたらさ、ところですかってめちゃめちゃメッセージ来て、私がびっくりみたいな。女子が好きなやつなんだと思います。はい、眉毛がすごい。これね、今となってはなんか私がいつも買ってるサイトでは売り切れになっております。エロ5番のカラーと、あと何番だかな、2番かな、私いいなと思ったの。もう一色欲しいなと思ったらそのカラーも売り切れです。出たおいショックだ。欲しいと思った時にないとさ、めちゃめちゃなれない。なれるでしょ。今月号のさ、美的がマジでヤバすぎて、買いました。みんな美的ってか見ました。私いつも結構あの D マガジンっていう雑誌をすごい見れるサイトを登録してるんですけど、なんだけどこの号は絶対に欲しいと思ってちゃんとあの紙で買いました。で、大切にこれは取っておかなきゃいけないやつだと思って毎日のようにちょっと見させていただいてるんですけど、その今月号が女優さん特集みたいな感じで、本当ありとあらゆる今こう売れてる女優さんだったりとかっていうのが写ってるんですよ。で、使用したコスメとかも載っけてあって、こんなんみんな買っちゃうでしょって思ったなんかね、女優さんだとさらにそのよく見えてしまうというか、やばかったよ。だってさ、北川景子さんがまず表紙、もうそこで、あ、もうすげえじゃんってなるじゃんあ、もうこれはすごい豪だぞと。それで中巡っていったら武井美さん出てきちゃって、綺麗なんですけどってなるでしょうよ。はい、デジャブ。回し物でも何でもないよ、単純にすごいぞって思って。結構ね、ネットで見るともう売り切れが多くて、店頭にはあるのかな。まあそりゃそうだろうなって感じ。30周年とかだったかな、うん、それの記念で確か女優大爆発みたいな感じになってたと思います。大爆発、うちが騒がしいな家の中がめちゃめちゃ騒がしいよ。アニジャがいるんでね。続いてアイシャドウ。アイシャドウは B アイドルのザ・アイパレ101番の気ままのオレンジカーキーというこちらの新色を使います。色味はこんな感じです。こことここは乗せたらパッと色がつくんだけど、下の2段に関しては結構指でこうギュッと押さないとこのぐらい強くは発色しないぐらい薄付きになっています。このカラーはね、まあ、練りまではいかないんだけど、こっちのこの質の、質感とはまた違うやつなんですよ。取れてなかったね。これをね、まず最初に乗せて、続いてこちらを今乗せてる途中でございます。二重幅よりちょっと上目に広げます、こちらを。このオレンジというかブラウン、すごい使いやすい。中になんかゴールド系のラメが入っているので、上品なラメ色ですね。隣の多分メインとなるこのカーキーのカラーをのせます。これだけマットになってるんです。タイラインにのせます。うわ、かわいい。めっちゃなんかデカめ効果がすごいな。これ黒でね入れないで、こういうなんかこういう深みのあるカーキー入れると自然にデカめになれるし、このオレンジ、こういうブラウンとかと相性がすごくやっぱいいので、このパレットすごいね。計算されまくってるカラー。目頭側にもう一つのカラーをのせます。ちょっと目が近く見えるようにこっち側に入れました。で、下まぶたにもこことここをね混ぜたカラーを使います。
いやー素敵これ、絶対イエベさん大好きなカラーだよねこれ大好きじゃない？で下まぶたの目頭側にこの一番最初に塗ったカラーをのせます。かわいい、いいカラーじゃん。このカーキーを入れてることによって、こうよりおしゃれ顔になれるというか、私みたいにラインをねぶっとく入れない方はこれだけで、ね、かなり大きい目に見えると思う。これがさっき映ってなかったこの白いのを乗せた状態のまぶたです。でその上にこのオレンジブラウンを乗せました。で出来上がったのがこちらです。デカ目効果がすごいっしょじゃあマスカラなんですけど、マスカラはね2本買ってて、で今日はカーキーのカラーなので、こっちのブラウン、アイドルブラウンっていう方ですね、01番こちらを使っていきたいと思います。と色味分かりやすいように一旦こうラインを塗らないでマスカラしていきますね。ブラシの部分はなんか、まあ、普通のマスカラ、まあ、ヒロインメイクと同じぐらいの太さかなと思います。私も初めて使うのでどんな感じか分からないんですけど、色素薄い系に見えるやつだ。カールキープ力も多分あるな、これ塗ってすぐ下がったりしてないからダマみたいなにも特にならないかな。ロングマスカラなのかな、これなんかボリュームって感じはしないかもしんない。結構まつげの存在をなくすような感じのカラーですね。だからこうカラーメイクを楽しみたかったり、色素薄い感じで仕上げたい方はすごく好きなマスカラのカラーだと思いましたね。とりあえずカールキープ力的なものは多分というか絶対あると思います。私ダメなやつはねすぐ下がっちゃうんだけど、それがなかったので大丈夫かな。まあ、いつも通りラインを塗ってっちゃいます。このラインさ、洋服とかについたらさ本当に取れないのっていうぐらいすごいわけボロボロしちゃった数とかがさ下に落ちちゃったりとかしちゃうとやばいから、カーキーのラインで合わせたりしても可愛いのかもしれない。よく渦とかで売ってるやつね、ズライナー。私は究極の離れ目なのでこれでは本当に足りないので足します。本当にバチバチに離れてるので目頭も塗っちゃいます。こんな感じです。ちょっとデカ目になったでしょ私はマジでラインないとさ何も始まらないっていうぐらいなんだけど、でも目尻の方のこの、間、こことここ以外のこの間はカーキーで、埋めているので、結構ラインをがっつり描く時よりやんわりデカめになってると思います。じゃあノーズシャドウを塗っていきます。キャンメイクのでセザンヌもね良かったんだけど、どっちも同じだな、なんか特に何も変わらないのでたまたまねセザンヌの後に買ったのがキャンメイクだったんだけど、どっちも良くてねずっと使ってます。真珠か、こう で、じゃあねハイライトがツヤっぽい感じがねいいかなって思うので、このヒンスハイライトを、ね、塗らせて塗ってみます。頬の部分だったり、鼻のとこ、こことかツヤっぽく仕上げます。なんかやっぱりシャネルとさすごい全く同じって言っていいほどあれだけど値段が違うからこっちの方がおすすめで、私鼻先だけはこのこういうのでつけるのがちょっと苦手なので3のこちらのカラーで塗ります。こっちはなんかこういう油っぽい感じではなくて練りな感じのハイライト、こっちの方が使いやすい。あと顎にもで、おでこにも軽くのせます。こんな感じですね。これいいのよ、なんか多分直接のせちゃってる人もいると思うんだけど、ファンデーションをちょっと持ってかれちゃうので私は手塗りタイプで、チークはこっちのヒンスのこれこれこのカラーを取って
のせます。ピトピト。おーすごいテカ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 です。今日はツヤ肌で仕上げたかったのでね、全体的にこういうカラーでヘルシー出せていけたら嬉しい。はい、こんな感じです。これはやっぱなんかこう手にやるとさ、こういう溶けるのよ。だからこれちょっと拭いて保管しましょう。じゃあそうしましたらリップ、新しく出た B アイドルのこのカラーちょっと塗ってみようかな。ツヤプルリップ11番の召し上がれマンダリン。なにこれかわいい色味。こんな感じ、結構パキッとつくんだけどかなりジューシー感あふれるツヤ感があるので馴染んでくれます。わかるかな、結構この結構唇にねしっかり馴染むオレンジではあるのよ。激しい色なんだけど、これをセットで使うとこんな感じです。かなりツヤ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 って感じの仕上がりになりました。はい、ということで完成しました。こんな感じです。どうでしょうか。すごくこうほっぺとかがツヤってるので生き生きした感じのメイクに見えてますね。マスカラがなんだろう、色素薄い系に見せれるような色味だったので、いつも使ってるカラコンがアイコフレのブラウンなんですけど、ここにカーキとかそういうカラーが混じってるカラコンを持ってきて、もっと色素薄い女子になることも可能かなって、感想、まあ、いつもの私の肌感とは違う仕上がりになっております。はい、でね、リップをちょっと変えて、このビセのリップスティック33番、こういうなんかヌーディーなカラーともすごく合うかなって思います。うん、こういうカラーが苦手ですよっていう方はこれ言うのでもいいのかも、いいんじゃないでしょうか。はい、ということで今回は、新しいコスメですね、ファンデーションだったり、まあ、メインとなりますね、 B アイドルのアイシャドウ、そしてマスカラ、リップ、ね、使ってメイクしてみました。あとはね、あの他の動画でも出てきたことあるコスメなので、そういう感じなんだけども、新しいコスメね交えてメイクに仕上げることができました。何か気になるものがあったらぜひチェックしてみてください。それではこの動画が良かったらグッドボタン、そしてチャンネル登録はこちらからよろしくお願いします。バイバーイ。